さてお次はパックスウエスト2015オメガソン決勝戦コース。むずそうだなこれ。おう。2015年にアメリカのシアトル市でパックスウエストというゲームショーが開催されて、オメガソンというゲーム大会が行われた。決勝で使われたコース、激戦となり大変盛り上がりました。チャレンジクリア率 2.78 だからなかなかの難易度だな。さあ行ってみよう。まあ1回目はクリアを楽しむだからね。したとか騙されねえぞ俺は。とう、うん、正解。ダメだ、気になる、気になるんだよ、騙されたいんだよ、むしろ。ちくしょう。どうせ騙されるんだったら初めから言っとけよって話だよね。よいしょ。おっ、ポン。車だ車。やめてくださいブロスさん、あんたらマジ強いんやから。あ、車のショーかなんか、ゲームショーって書いてたよな。パウないとちょっと危ないで、ね、あ、まだ慌てるような時間じゃない。まずはクリアだクリアで、このマップはどうなんだっていうね。まずぶっ殺しといて、いてほんと強いよ。お、ワイヤー、おう、パックス、ワントマリオ、飛ぶよ。あ、失敗した。クリボーが投身自殺をし続けると。うん、よっ、上の、おお、こいつ飛んでるぞ。やめてもらいたいですけどね。届かない、ちょうど届かない。飛んでくか。ドゥドゥ、ほっ、よし。おい、いらんない。これ確か上は大丈夫だったよな。うぅ、キノコはいらん、上はなし。なるほどね、これを踏みながら行けってことね。届かなかった。おお、おお、びっくりした。やめてください、死んでしまいます。タイミングよく飛んだら上から直接行けそうな感じだったよなこれ。よっと、治るの遅えな、いつ治んだ。あー、早い早い早い。これスピンジャンプで踏めないんだよな、確かこのマリオメーカーの仕様だと。よっと、今のダメか。でっかいの欲しかったな。よっと、あん、あん、あん、あー、たたたたた、ファイヤーと、それはあかんって。這い上がってきた。4つあるね。どれが正解かな。一番右、うるるるるるるる、正解。一応他のも入っとく。はい、真ん中、真ん中右。そう、これで死ぬだけのコース作られると困る。クソ野郎
これもあれかな、入り口のとこにあったやつかな、ですよね。オッケーオッケー。うん、え、クッパに当たるとすごい角度で突っ込まされた。そう、この頃まだ中間なかった頃だよね。きついな。もうちょっと真面目にやっとけばよかった。あ、いらねえから、これ。ここで結構死んでんじゃねえの。死んでみようか。ほら、めっちゃ死んでんじゃねえか、ここで。よっと、そんないやらしい仕掛けはいりません。今回はちゃんとクリアをしようと。よっと、上は何かある？スタースタースター、さらに上はない。ああ、降りるのめんどくせえからって手抜きしたら罠だった。まああん中入った後に羽があった覚えがあるから、もうあそこを無視しても大して問題はないね。タイムアタックするならもうこんなん高速で無視していく方が早いもんね。ところどころ微妙に死ぬようにできてるんだよね。まあこれぐらいなら、あぶね、その割にねちょっと優しかったり。抹殺、よし。これ羽あったらいけるんじゃない、こうやって。よし、安全かつ早い、早い、安い、うまい的なね。これだってこれ無視した方が絶対早いもん。タイムアタックするならいかにしてこう羽を残した状態でいけるかっていうのが重要だな。あんあん、ほんでここから先だよな。どうしよう、ゆっくりいきゃ何の問題もない気がすんだけど、羽で越える方がいいかな。よっと、いったいった、割と早かったんじゃない。にゃん、にゅーるるるん。1分22秒、1は46秒、早いね。最後のジャンプを失敗すると泣けるね。一遍ぐらい行ってみますか。多分ここはこうだよな、もうタイム的にも。初めてもうすでにミスってんだけどね。鬼だね、ここをうまく越えないとダメだね。降りちゃうともうその時点でちょっとダメだな。多分こっちの方が早いよね、どう考えても。ここだよな、ここ。ほっ、よし、撃たれる前に越える。ファイヤー取って力押しの方がいいのかな。止まったらダメなんだ。もっと勢いつけて飛び込まないとダメだね。これぐらいから行く？ここで詰まっちゃダメなんだよな。加速ジャンプができてない以上、一番手前から飛んで距離を稼ごう。こっから飛ぶとこの上に、よし、とりあえず越えれた。でここがファイヤーだから取って力押し。で羽はあった方が明らかにいいけど、タス3並みで動きができるんだったらいらないんだけどな。そんなん無理だよ。こう行って、あー、ミスってる。
ここで使わされちゃうときついな。ここに羽をキープできてないのはきつすぎる。こうなっちゃうもん。ダメだ。まあ頑張る人は頑張ってくれ。はい、グリオン。お次はファミコンリミックスコース。目指せファミコン日本一。懐かしのファミコンゲームが大胆アレンジで生まれ変わったファミコンリミックス。この作品のリミックスステージのダイジェスト、マリオメーカーで再現しました。スーパースターでどんどん突き進むコースを反転コースで逆向きに進む不思議なコースを楽しみください。まあ1回目はコースを楽しみながら行こう。これは1の1だね。じゃあ入れんのかな。入れませんけど、ここに1キャップあるはずなんですけど、ないんですけど、もうちょっとちゃんと再現してくれませんか。ここフラワーなんですけど、穴ないんですけど、なんだこの中途半端な再現。スターはちゃんとあるか。ん？ああ、なるほど。にんにん、あれ？ルイージ？ルイージだ。で、1の2を反転コースで再現と。危ない危ない。やばい、やばいよ、タムさん。ちっちゃいのに壊せるんだ。昔はよくここで裏道からの上ルート行ったけど、今回戻れちゃうからそういうのできないね。あルイージが剥がれた。いつもここ入ってたからな。逆に違和感。上、まあ上は基本かな。であれ入れんだろ。やっちゃった。カエルマリオだ。おお、クリア。いやー、カエルマリオいいね。水のステージと合わせたい。水のステージだと特別な動きしてくれると面白いんだけど、多分そういうのはないかな。24秒。まあ1回ぐらいタイムアタックもやってみましょうか。はい、ガンムシ。死ぬ要素は特になかった。あー、じゃあもうこの時点でダメだわ。失敗。ここにスターが次のあったんで、よし。してる、もったいない。あー、飛ぶんじゃなかった。よし、これはどうなの。入るとどうどうどう。こっちのが短いね。余計なことするよりも。さあどうだ。うん、まだここから8秒も縮めるか。まあ結構詰まってたけどさ、まあこれ以上は無理かな。やっぱり公式コースだからね、やり込まれてるよな。クリア。マリオ&ルイージ RPG ペーパーマリオミックス。マリオとペーパーマリオが一緒になった。いつも一緒のルイージとトリオになれば怖いものなし。
お祭り感満載のマリオ&ルイージー RPG ペーパーマリオミックスな構想トリオで進んでいく。クリア率 45% もあるから簡単系か。にんにん、1の2じゃねえかこれ。1の2ってのもおかしいな。ちょっとイエーイ、1の2じゃなくてあのマリオ2の1の1か。おう、ペーパーマリオもあんのかな。ねえな。マリオ、マリオとルイージしかねえじゃん。ペーパーがあんのかと。あったあった、3人になった。無敵無敵。おう、怖い怖い怖い。でも怖いだけだ、特に何もない。マリオ、さっき旗のとこ歩いて降りてきたぞこいつら。19秒、てってるてってー。スターだったよな。スター取った方が動きが早いからスターは取るのが正解なんだと思う。とりあえず今回はこの上を行ってなかったからちょっと気になる。見に行こう。お、Pがある。倒せるんだね。やっほー、なるほど、 Pはそういうことか。実際は無視した方がと思う。 Pのタイミングです。 Pー間に合ったらあの下を壊せるようになってるのかな。さ、じゃあタイムアタックをちょっとで、スタートで、ここののこのこをぶっ放すとみんな倒しながら、クリアができると。ここのステージはあんまり言うほど短くできるテクニックなさそうだな。それだけに完璧なプレーを要求される。あと5秒、1回だけ頑張ってみよう。いくぞ。多分スターは取っ、あ、ここがまずここだな。まずはここ、もうちょっと走って、よし、いけた。もったいない、もったいないもったいない。ギリギリまで走って、で降りて上がって取って速取って走り出す。お、2個一気にいけて OK。 でこのまんま駆け抜ける。こうわざと走らずにこの辺で押して、もうこれ以上は早くできんぞ。さあどうだ、割と近いところまで行けたんじゃないの。おー、あと2秒、すげえな。とん、よっよっよっと、よっ、2個突き行って降りる。一瞬詰まった。でここはあえて押さない前を、その方が加速が早い気がする。ミスは入るの一瞬ミスったぐらいか。
21秒、さっきより 0.4 秒ぐらい早なってるけど、これだとな、俺のだと21秒をギリギリ切れなくもないかな。あー、ミスった。この時点でもうダメっぽいんだけどな。ここの右を押すタイミング、よし。あー、上に引っかかった。スターをちょっと遅らせることで初めのノコノコをかわさなくて済むようになるね。あー、また 0.1 秒ぐらい速くなってるけど、これだとあれだな、やっぱ21秒を切れたらだな、完璧にできてもせいぜい。違う方法がありそうだね。諦めよう。はい、クリア。すげえな、19秒、すごいじゃないか。お、戻っちゃった。次はこれか。あ、メルセデスベンツだ。 17% だからそれなりに難しい。お、1分切ってるってことは、あれ、最速で1分切ってるってことは結構長いコースだな。ベンツ社の社員が作ったコースです。お店で GLA という車を手に入れて、都市から山までドライブするというのをイメージしてコースを作りました。隠された GLA を見つけて地下の高速道路へつながる道を探し出そう。あ、強制スクロールだ。自動ドアってイメージかな、さっきの。メルセデスベンツ買いませんか。高えよ、買えねえよ。強制スクロールはやめて。全自動だ。ベンツ購入と。滑る、滑りゅー。やったぜ、ベンツだぜ。で、ベンツを手に入れて、あ、また、そうか、強制スクロールだからか。車飛ばないよね、こんな音じゃない、じゃなくて車飛ばない。あー、そういうことか。あ、なんかマリオが降りたなって思ったらこれか。さっきの扉っぽいね。あーっと、ベンツだったら大丈夫そうだけど、あ、中間だ。初めて見た中間。ブーンブーン、上から来るぞ。上に行く、上に行く、下に行く。痛い、俺のベンツ。怖えってこれ。ちょいちょいちょい、ひいひいひい。次のベンツ用意して。ベンツ、新車のベンツでクリア。強制スクロールがあるから時間かかってたんだね。うん、まあ強制スクロールだもんね。ちょっと一個だけ気になるところがあったから、そこ行こう。ん、あ、あるある、結構死んでるし。おい、ベンズ、お前のところは入ってきたお客さん殺すのか。ベンズが欲しければ謎を解いてみせろみたいな、そんな感じ。これも前にいた方がいいのかな、ちょっとでも早く行くために。あれも自分で飛んだ方が早いのかな。で、ベンツは無視した方が早そうだよね。
で強制スクロール、あ、ブレーキ音いいね、ブリヂストンみたいな。スリップしてるんですけど、この車スタッドレス履いてないんですけど、これね、これスター取った方がいいのかな。お、さすがベンツ、トゲの上でも大丈夫。スパイクタイヤかなんかかな。別ルートあるじゃん、別ルート。新しいベンツ。あ、なるほど、なんで変わらないのかって思ったら、普通のコインのやつと合わせてんのか。下とか気になるんだよな、微妙に。うん、よし、いけた。さすがベンツ、ベンツだからこそのこのジャンプ力。どっち入るよ。お、裏道かな。またベンツ、いいね。んー、はなちゃん、やばい、来てる。よし、俺はこのベンツを必ず最後まで乗り継いでみせる。よし、ところどころにね、ベンツを置いてくれて、滑る滑る滑る、ちゃんとスタッドレス履いてこいっていう話。やっ、うっ、ふう、で取って降りて、どっち、右外れじゃねえか、騙すんじゃねえよ。うん、あれ、あれ、ここまでして最後入るとこミスった感あるね。正面から行った方が全然安全なんだけど。本当はあれの上に行かなきゃいけなかったのかな。ここから先はクリアだからもういいか。ちょっとさっきの続きの方が気になるな。前に行きます。はっ、でベンツ乗って、さっきのスターのルート行ってみよう。キーキー、ブレーキング性能、ブレーキング性能ダメー。で上ルート、さすがベンツ、トゲに乗っても大丈夫。うっと、うーん、にゅ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 、やっはー。で、この下とかもどうなってるか気になるんだけど、とりあえず上行って、で、うっ、ここ入んなくていいよね。こっちから出てきたもんね。そういうことか。スターのダッシュじゃないといけないんだ、多分。ちょっとちょっとちょっと無茶しすぎた。よし、新しいベンツを用意しておくれ、キャッシュで。そういうことか、さっき騙されたのがダメだったのかなってことは。ここ即左に行ったらちゃんとスターがいっぱい残ってるから、ここを、あれ、もう直っちゃった。あー、いけないよ、向こうに。
あそこに行く手段がわからんな。あれか、もしかして一番初めに無敵で行ってったところかな。スターの後に行けたところか、もしかして。こんな一番下走った方がドアンテー。ただしベンツは捨てる。あ、あの上にある、あそこから出てくるのかな、あの上のルート完全成功したら。はい、新しい新車のベンツでクリア。いや、クリアー。やっぱそれなりに難しいっていうね、扱いかな。